いきなり団子いきなり団子は熊本県の郷土料理、郷土菓子である。熊本弁ではいきなり団子とも呼ばれる。輪切りにしたさつまいもとあんを持ち、または小麦粉を練って平たく伸ばした生地で包み蒸した食品。見た目は大福にも似ている。地元では一般家庭において伝統的に作られ続けるという歌手としては珍しい歴史を持つ。なお、最近は サツマイモの上に小豆あんを乗せ、そのまま包む製法が一般的になってきている。タイ焼きと同様に廉価で出来立てを味わえる存在である。近年保存技術の発達により、真空パックや冷凍食品も販売されている。名称の由来は、短時間でいきなり作れるという意味と、来客がいきなり来てもいきなり出せる菓子という意味と、生の芋を調理する。 いきなりという語句の意味が重なっていると言われる。別の言われとして、熊本の一部地域では、今でも片付けが苦手な人を、いきなりな人と言い、そこから転じて、いきなりとは、ざっとしていることを意味し、ざっと作れる歌詞との説もある。また、いきなりとは、地元の古い方言で、簡単という意味があり、いきなり、団子とは、簡単に作れる団子の意ともされる。 福岡県筑後地方には、いきなり団子とほぼ同じ、いきなり饅頭と呼ばれる饅頭状の菓子があり、特に熊本県に隣接する大牟田市などでは、お土産物としても扱われている。その他、福島県には、あだたらの芋小町という、いきなり団子同様の菓子がある。中の餡は、つぶ案である。1996年に、さつまいもの産地として、 有名な川越市の菓子商がいきなり団子に告示する芋濃いという商品を出し、人気を得ている。こちらも輪切りのさつまいもにあんこを乗せ、山芋と餅こ入りの生地で包んで蒸したものである。豊田、54ページ大牟田のお土産品。ありがとうございます。